富山城っていうのがこの山今いる場所にあったらしいんですけど、車はね行くことはできないんですけど、まあ、地元の住民のなんか散歩の道みたいになってて、あの時折ね住民の方が出入りしたりとか、今犬の散歩だったりとかあるみたいです。かなり重要な、道だったのかなというか、まあ、そこから吉備津彦とか吉備津神社とか、まあ、総社の方に行く道なんですけど、まあ、かなり主要な、ね、道だったのかなと思いますね。その中で、前線基地としてこちらの城という以前にあの水攻めとかね、そういうあの備中高松城とかもね行く道だったかもしれないんで、ひょっとするとやっぱかなり重要なというか、とてつもなく重要な基地だったのかもしれないです。行きましょう。結構距離あるな。あ、なんかただ野犬がいるとかいう話を聞いたので、それをちょっと注意しながら行こうかなと思います。よし。
よし。ピアノしない。よいしょ、着いた。おお、でもなんとなく作られた道感があるんですけど、ちょっと進んでいきます。夫婦岩。こちらの山とは思わなかったですね。大安寺、大安寺、地かな。
多分ここからも本丸に突き進んでいくような感じかなと思います。てっぺんまで100メートル。あ、ありました。戦国時代山城跡。ここや。あ、こっちだよってありますね。よし、到着。あ、素晴らしい。松坂とか、京山、その先にはまあ岡山大学。で、岡山の、中心部、そして北長瀬岡山と。ここからだと、まあ、その当時は岡山城とか見えたのかなと思います。今は多分ビルで、隠れてるんですけど。なんかこれといってすごいものがあるわけじゃないですけど、ちょっと石切り場になってますね、この下。ただ石がたくさんありますね。山城ですね。